日本のファストフードと飲食チェーン今回は日本のファストフードと飲食チェーンを学びながら日本語を勉強しましょうこの動画は前半は少しゆっくりのスピードで漢字には振り仮名があります後半は少しだけ速くなり漢字に振り仮名はありません学習にお役立てください 日本のファストフードや飲食チェーンは安くて手軽に食べられるだけでなく味やバリエーションもたくさんあり世界中から注目されていますこの動画では日本に訪れた外国人におすすめしたい日本で人気が高いファストフード店と飲食チェーンを紹介しますそれぞれのお店の特徴やメニュー価格 さらには外国人にとっての魅力をわかりやすく紹介します。丸亀製麺丸亀製麺は日本国内に862のお店があります。丸亀製麺は日本全国でとても人気があるうどん専門のファストフード店です。ここでは作ったばかりのうどんを食べることができます。 作りたてなのでうどんのコシや新鮮さが特徴ですセルフサービス形式でまず自分が好きなうどんを選びその後、天ぷらやおにぎりサイドメニューを自分で追加できますメニューのラインナップには定番のかけうどんやぶっかけうどんさらに肉うどんやカレーうどんなど いろいろなバリエーションがあります値段はとても安くてうどん一杯あたり300円から500円くらいです外国人観光客にも親しみやすい価格設定です丸亀製麺はうどんの味のクオリティが高いことや天ぷらの豊富さ自由にトッピングが選べる点が評価されていますまた 店内でうどんを作る様子をガラス越しに見ることができるため日本の手作り文化を感じることができるのも魅力の一つです外国人におすすめのポイントはメニューがシンプルで選びやすく写真付きのメニュー表や多言語対応の店も多いことです初めての日本旅行でも気軽に立ち寄れるファストフード店として人気があります 吉野家。吉野家は日本国内に1190店舗あります。吉野家は日本でとても有名な牛丼チェーン店です。吉野家の最大の特徴は手早く提供される牛丼です。牛丼は柔らかい。牛肉と玉ねぎを特製の甘辛いタレで煮込み。 白いご飯の上にのせたシンプルな料理でリーズナブルな価格とボリューム感で人気を集めています吉野家のメニューには定番の牛丼だけでなく豚丼やカレー定食メニューもありますまた最近では健康志向の人向けにサラダや野菜たっぷりのメニューも提供されています 牛丼の価格は並盛りで300円台から400円台くらいととても手軽に楽しめる点が魅力です吉野家は忙しいビジネスパーソンや学生にとって素早く食事を済ませることができる点が高く評価されています日本全国にたくさんの店舗があり24時間営業の店舗も多いため いつでも立ち寄ることができるのも大きな利点です。外国人におすすめのポイントとしては、吉野家はメニューがシンプルで注文しやすく、多くの店舗で英語や他の言語に対応したメニューが用意されていることです。また、日本の伝統的などんぶり文化を手軽に体験できるため、旅行者にとっても親しみやすいお店となっています。 すき家は日本国内に店舗ありますき家は吉野家と並んで日本を代表する牛丼チェーン店の一つですすき家の特徴は牛丼だけでなく豊富なトッピングやメニューのバリエーションが楽しめる点です定番の牛丼に加えチーズ牛丼やキムチ牛丼 カレー牛丼ななど個性豊かなアレンジメニューが充実していますますた牛丼だけでなくカレーや定食など他のファストフード店にはない幅広いメニューがあることもスキヤの強みです価格は牛丼の並盛りが430円前後ととてもリーズナブルでボリュームもしっかりしています メニューの種類が多いため好みに応じて選べる点が人気の理由ですさらにサイドメニューにはサラダや味噌汁がありバランスのとれた食事が可能ですすき家は24時間営業の店舗が多く深夜でも気軽に利用できることが高く評価されていますまたファミリー向けの席も用意されており 一人でも家族連れでも気軽に利用できるのが特徴です。外国人におすすめのポイントは、メニューが多言語対応で、英語や中国語のメニューが用意されている店舗が多いことです。また、トッピングやメニューの幅広さがあるため、初めての人でも好きな味を見つけやすいです。 日本のファストフード文化を気軽に体験したい人にとって、すき家はとても嬉しいお店だと思います。松屋。松屋は日本国内に約1000店舗あります。松屋は吉野家やすき家と並ぶ日本の代表的な牛丼チェーン店で牛丼以外にも幅広いメニューを提供しているのが特徴です。 松屋の牛丼は牛めしと呼ばれ特製のタレで煮込んだ柔らかい牛肉と玉ねぎがご飯の上にのった定番メニューですしかし松屋が他のチェーン店と異なる点は牛丼以外の定食メニューが充実していることです定番の牛めしのかにカレーライスハンバーグ焼肉定食 鶏肉を使ったメニューなど、バラエティーに富んだラインナップがあります。特に、牛丼チェーンとしては珍しく、すべてのメニューに無料で味噌汁がついてくる点も松屋の人気の理由の一つです。牛飯の価格は並盛りで400円前後、定食メニューでも500円から700円くらいと、 手軽な価格でボリュームたっぷりの食事を楽しめます松屋はセルフサービス形式が多く食券を購入して注文するため初めての人でも分かりやすくスムーズに利用できますまた24時間営業の店舗も多いためいつでも利用できる便利さも評価されています。 外国人におすすめのポイントは食券システムがあるため言葉の心配をせずに注文できることですさらにカレーや定食など日本の家庭的な料理を手軽に楽しめるため日本の多様な食文化を一度に味わうことができますまた英語など多言語に対応したメニューがある店舗も多く 観光客にも親しみやすいですかつやかつやは日本国内に435店舗ありますかつやは揚げ物を中心としたファストフードチェーンで日本全国に展開している人気のお店です主にとんかつやカツ丼など豚肉を使った料理が特徴で ボリュームたっぷりでリーズナブルな価格設定が魅力ですかつやではサクサクに揚げられたとんかつを使った定番メニューが楽しめます主なメニューにはロースかつ定食やかつ丼チキンカツなどがあり価格帯は500円から800円くらいととても手ごろですかつ丼は 甘辛いタレで煮込まれたとんかつがご飯にのっていて食べ応えがあり人気のメニューですまた期間限定メニューやフェアもよく開催され新しいメニューに挑戦できるのも楽しみの一つですかつやの評判は手軽においしい揚げ物を楽しめることそしてコストパフォーマンスがとても高いことから 多くの人に支持されています食べたいものをサクッと短時間で楽しめるため忙しい時やお腹いっぱい食べたい時にぴったりのお店です外国人におすすめのポイントは日本の揚げ物料理を手軽に体験できることです特にカツ丼は日本らしい丼ぶり文化を楽しめるので 観光客にとっても魅力的な一品ですまた店舗によっては多言語メニューも提供されているため注文も簡単ですアクセスしやすい場所に多くの店舗があり気軽に訪れることができます中湯中湯は日本国内に461店舗あります中湯は 日本全国に展開する和風のファストフードチェーンで特にうどんと丼ものが楽しめるお店として知られていますか羽の特徴は手軽に和食を味わえる点で特に親子丼とうどんが人気メニューです親子丼はふんわりとした卵と柔らかい鶏肉を使った丼もので 甘辛いタレとのバランスが絶妙ですうどんはだしの効いたスープとコシのある麺が特徴でシンプルながら満足度の高い一品ですメニューには親子丼やうどんのほかにも牛丼やカレーうどんさらにはざるそばやカツ丼など多彩なラインナップが揃っています 価格帯はとてもリーズナブルで親子丼は400円から600円うどんも300円台からと安くておいしい食事を楽しめますまたセットメニューも充実しておりうどんと丼を組み合わせたセットなどボリュームたっぷりの食事を1000円以内で楽しむことができます中尾の評判は 和食チェーンとしての品質の高さと手軽にお腹いっぱいになれることです特に親子丼は他のファストフードチェーンでは味わえない独特のおいしさで多くの人に支持されていますカウンターでの注文形式もシンプルで食券を購入してからすぐに料理が提供されるため忙しい時でもスムーズに食事ができるのも魅力です 外国人におすすめのポイントは中湯で日本の伝統的な丼物やうどんを手軽に楽しめることです多くの店舗で英語メニューが提供されているため初めて訪れる観光客でも安心して注文ができます特に親子丼やうどんは日本ならではの味を体験できるので 日本食を初めて味わう外国人にもおすすめですまた主要駅や都市部に多くの店舗がありアクセスしやすい店も観光客にとって便利ですガストは日本で人気のあるファミリーレストランチェーンで 幅広いメニューとリーズナブルな価格で知られています。ガストの特徴は、和食、洋食、中華など様々な料理が揃っており、家族や友達、仕事仲間と一緒に気軽に訪れることができる点です。ハンバーグやステーキ、パスタ、ピザ、カレー、定食など、 誰でも好みに合わせて選べるメニューが豊富にあります。価格帯はとても手頃で、主なメニューは500円から1000円くらいです。また、ランチタイムにはさらにお得なランチセットが提供されており、メインディッシュにサラダやスープ、ライスが付いて600円前後で楽しめることも多いです。 キッズメニューも充実しているため家族連れにも人気がありますガストはドリンクバーというサービスでも知られておりセルフサービスでコーヒーやジュースソフトドリンクが飲み放題ですこのドリンクバーは長い時間リラックスして過ごしたい人にとってとても魅力的です外国人におすすめのポイントは メニューが写真付きで分かりやすく英語や他の言語に対応したメニューも提供している店舗が多いことですまたガストは日本全国に多数の店舗があり観光地や都市部でも見つけやすいですさまざまな料理を一度に楽しめるため日本での食事を手軽に体験したい外国人にとって理想的な場所ですサイゼリア サイゼリアは日本国内に店舗ありますサイゼリ,アはリーズナブルな価格でイタリア料理を楽しめるファミリーレストランチェーンとして日本で広く親しまれています最大の特徴は驚くほど手ごろな価格で本格的なイタリアンメニューが楽しめる点ですピザやパスタリゾット グラタンなどのメニューが豊富に揃っており一部のメニューは300円前後という驚きの価格で提供されています特に人気のあるメニューにはマルゲリータピザやミートソーススパゲッティミラノフードリアなどがありどれもコストパフォーマンスがとても高いですまたワインやビールなどのアルコールも安価に提供されており 軽く飲みたいときにも利用しやすいお店ですサイゼリアは特に学生やファミリー層に人気があり安いだけでなく味のクオリティも高いという評価を得ていますまたドリンクバーもありドリンクを自由に楽しめるためゆっくりと食事を楽しむことができます 外国人におすすめのポイントはメニューがシンプルで注文しやすく英語をはじめとする多言語対応のメニューもそろっていることですさらにサイゼリヤでは食事の量が適度でシェアしやすいので友達や家族と一緒にいろいろな料理を試すことができますまた全国に多くの店舗があり アクセスしやすい点も魅力的ですデニーズデニーズは日本国内に三百十七店舗ありますデニーズは日本で展開されているファミリーレストランの一つでアメリカ発祥のチェーンながら日本独自のメニューが豊富に揃っていますデニーズの特徴は 和洋中を取り入れた多様な料理を楽しめることです朝食メニューからディナーまでバリエーションが多く特に和食の定食やヘルシー志向のメニューが充実しているため健康を気にする人にも人気がありますメニューにはステーキやハンバーグパスタサラダ魚の定食 さらにはスイーツまで幅広く取り揃えられています価格帯はランチメニューが800円から1000円くらいディナーが1000円から1500円前後でリーズナブルな価格で本格的な料理が楽しめるのが魅力ですまたデニーズは季節ごとに限定メニューを提供することでも知られており 旬の食材をを使った料理を楽しむことができますデニーズは特に朝食メニューが充実しておりトーストやサラダ卵料理など軽めの朝食を求める人にぴったりです朝早くから営業しているため観光中の朝食にも利用しやすいです外国人におすすめのポイントとしては 英語メニューが用意されている店舗が多く注文が簡単であることですまた日本の定食や洋食など幅広い料理を一度に体験できるため日本の食文化に触れたい観光客にとっても満足度が高いレストランです店舗数も多く主要な駅や都市で簡単に見つけることができるのも利点です バーミヤンバーミヤンは日本国内に360店舗あります。バーミヤンは日本で人気のある中華料理ファミリーレストランチェーンで本格的な中華料理をリーズナブルな価格で楽しめるのが特徴ですバーミヤンでは定番の餃子やチャーハンラーメンといったシンプルな中華料理から 麻婆豆腐やエビチリ酢豚など多様なメニューがそろっていますさらに天心やデザートメニューも豊富で家族や友人とシェアしながら楽しむことができます価格帯は主要な料理が500円から1,000円くらいととても手ごろで特にランチメニューはお得感があります セットメニューやコンボも充実しておりスープやサラダデザートが付いたお得なセットを楽しむことができますまたベジタリアン向けのメニューや健康を意識したメニューも提供されており幅広い層に支持されていますバーミヤンの評判は手軽に本格的な中華料理が楽しめることや 子供から大人まで楽しめる幅広いメニューがある点で高く評価されています店舗内は広々としておりグループでもゆったりと食事を楽しむことができるのも魅力です外国人におすすめのポイントは多くの店舗で英語や他の言語に対応したメニューが用意されていることや日本にいながら気軽に中華料理を楽しめる点です また豊富なメニューの中から日本風にアレンジされた中華料理を体験できるのも観光客にとって新鮮な体験になるでしょうアクセスの良い場所に多く店舗があるため観光や仕事の合間にも立ち寄りやすいです夢庵夢庵は日本国内に165店舗あります夢庵は 日本全国に展開する和風ファミリーレストランチェーンで和食を中心に豊富なメニューを提供しています落ち着いた雰囲気の中で手頃な価格で本格的な和食を楽しめるのが特徴です夢庵のメニューには定食そばうどん寿司、天ぷらなどの日本の伝統的な料理が揃っています特に セットメニューやお得なランチメニューが充実しており家族や友人同士でも気軽に利用できるお店です夢庵の看板メニューには揚げたての天ぷら定食やうな重温かいかけそばやざるうどんなどがあり季節ごとに旬の食材を使用した限定メニューも登場します価格帯は 定食メニューが1000円から1500円くらいでコストパフォーマンスが高く満足感がありますさらにヘルシーな和食が多いので健康を気にする方にもぴったりですゆめあんの評判は料理のクオリティが高く落ち着いた和風の店内でリラックスできる点が評価されていますまた 幅広い年齢層に対応したメニューがあるため家族連れや年配の方にも人気です子供用メニューやデザートも充実しているため子どもから大人まで楽しめるレストランです外国人におすすめのポイントは日本の伝統的な和食を手軽に体験できることです夢庵では 和食の代表的な料理を一度に楽しむことができ英語メニューを提供している店舗もあるため外国人観光客でも安心して利用できますまた和食の中でも特に人気のある天ぷらや寿司、うどんをリーズナブルな価格で味わえるため日本旅行中の食事として最適です全国に店舗が多く 観光地や都市部でも見つけやすいので旅行中の食事にも便利ですココ一番屋ココ一番屋は日本国内に1200店舗ありますまたココ一番屋はココ一と呼ばれていますココ一は日本でとても人気のあるカレー専門のチェーン店ですココ一の特徴は カレーの辛さトッピングライスの量を自分の好みに合わせて自由にカスタマイズできる点ですまずベースとなるカレーを選びその上にチーズカツ野菜エビフライなどさまざまなトッピングを追加して自分だけの一皿を作ることができます辛さは甘口から超激辛まで 10段階から選べるため辛いものが好きな人も辛さが苦手な人も楽しめますメニューには定番のポークカレーやビーフカレーのほかシーフードカレーやほうれん草カレーなど種類豊富なラインナップがそろっています価格帯はシンプルなカレーであれば600円から800円くらい トッピングを追加すれば1000円前後になりますがボリューム満点で満足度が高いです個々一番屋の評判はカレー専門店ならではの豊富なトッピングとカスタマイズの自由度が高いことそして安定した味のクオリティで評価されていますまたカレールー自体が日本独特の濃厚でコクのある味わいのため 外国人旅行者にももとて人人気です。外国人におすすめのポイントはカスタマイズの自由度が高く英語メニューが多くの店舗で提供されているため初めての人ででも注文が簡単です。また辛さやトッピングの選択肢が広いため自分の好みに合わせて食事を楽しめる点が魅力です。 日本のカレーライス文化を体験したい人にはぜひ訪れてほしいお店です餃子の王将餃子の王将は日本国内に732店舗あります餃子の王将はその店名に餃子が入っていることから餃子がメインの料理だと思われがちですが 実際には幅広い中華料理を提供している人気チェーン店ですもちろん看板メニューの餃子はとても評判がよく外はパリッと中はジューシーな仕上がりが魅力です一人前はリーズナブルな価格で200円台から楽しめますしかし餃子の王将は餃子だけでなくチャーハンラーメン 天津飯、麻婆豆腐酢豚エビチリといった豊富な中華料理も取り揃えています定食メニューも充実しており餃子とメイン料理ご飯スープがセットになったお得な定食は1000円以下で楽しめるものが多いですメニューの幅が広いので 家族や友人と一緒に行ってもそれぞれが好みの料理を注文できる点も魅力です餃子の王将はリーズナブルな価格ながら量が多く学生やサラリーマンからも人気がありますさらに料理が提供されるスピードも速いので忙しいランチタイムやさっと夕食を済ませたい時にも便利です 外国人におすすめのポイントとしては餃子やラーメンなど日本で親しまれている中華料理を手軽に体験できることです多くの店舗で写真付きのメニューや英語メニューが用意されているため初めて訪れる人でも安心して注文できます餃子をはじめ多様な料理を一度に楽しめる点で 観光中に日本のファストフードとして気軽に立ち寄るのにぴったりのお店です。くら寿司くら寿司は日本国内に549店舗あります。くら寿司は日本全国に展開している回転寿司チェーンで、手軽に寿司を楽しめる人気店です。くら寿司の特徴は、 注文した寿司が回転レーンで運ばれてくるだけでなくタッチパネルで好きなメニューを注文し直接自分の席に届く仕組みがあることです新鮮な寿司を安価に楽しめるだけでなくユニークなシステムが楽しさを提供してくれますメニューには定番のマグロサーモンエビといった寿司ネタはもちろんのこと 期間限定の特別メニューや天ぷらラーメンデザートなど寿司以外の料理も豊富にそろっています寿司の一皿は100円台から200円台ととてもリーズナブルで家族連れや友達同士で楽しく食事をすることができますさらにくら寿司はすべてのメニューにおいて 人工添加物を使用していないことをアピールしており健康志向の人にも安心ですくら寿司のもう一つの魅力はビックラポンというゲームですお皿を5枚ごとにテーブルの回収口に入れるとデジタルガチャガチャが始まり運が良ければおもちゃがもらえるという特に子どもたちに大人気のサービスがあります 外国人におすすめのポイントはタッチパネルが多言語対応しており英語や中国語などでメニューを簡単に選べることですまた寿司以外の料理も豊富にあるため寿司が苦手な人でも安心して利用できます自分で寿司を選んで注文するというユニークな体験ができるので 日本の回転寿司文化を楽しみたい観光客にとって、蔵寿司は絶好の選択肢です。寿司廊寿司廊は日本国内に651店舗あります。寿司廊は日本全国で展開している回転寿司チェーンの一つで、リーズナブルな価格と高品質な寿司が楽しめることで人気があります。 スシローの特徴は種類豊富なメニューと回転寿司のシステムを使いながらもタッチパネルでの注文ができ目の前に注文した料理が直接届くオーダーダレーンシステムを採用している点です。メニューには定番のマグロサーモンハマチなどの寿司ネタに加えて季節ごとの限定メニューや創作寿司も楽しめます。 またサイドメニューにはラーメンや天ぷらデザートなど寿司以外の料理も豊富に揃っているため家族やグループでも好みに合わせて楽しめます価格帯はとても手ごろで,です。特に100円寿司のクオリティが高くコストパフォーマンスがとても優れていると評判です スシローは寿司のネタの鮮度や質にこだわっており食材の管理や仕込みに力を入れていることが評価されていますまた寿司レーンには常に新鮮なネタを提供するためのフードカバー付きの皿が流れており衛生面にも配慮がされています外国人におすすめのポイントとしては 多言語対応のタッチパネルが設置されており英語や中国語で簡単に注文できることですさらにスシローでは寿司以外にも幅広いメニューが楽しめるため寿司が苦手な人でも安心して訪れることができます日本の回転寿司文化を手軽に体験でき観光中に気軽に立ち寄れる便利な場所として人気があります は店舗あります浜寿司は日本で広く展開している回転寿司チェーンの一つでリーズナブルな価格と多彩なメニューが魅力です他の回転寿司チェーンと同様に寿司を中心とした料理が楽しめますがはま寿司は特に100円寿司で知られています。 寿司の一皿がほとんど100円税抜きという手ごろな価格で提供されておりコストパフォーマンスに優れているため家族連れや友人同士での利用が多いですはま寿司のメニューにはマグロサーモンエビといった定番の寿司ネタはもちろん期間限定の特別メニューや創作寿司もありますまた、 寿司以外の料理も豊富に揃っておりうどんやラーメン唐揚げなどのサイドメニューやデザートも充実しています価格帯はとてもリーズナブルで寿司以外のメニューも200円から500円くらいで楽しめますはま寿司の特徴の一つはタッチパネルでの注文システムが多言語対応している点です英語語、や中国語 韓国語など複数の言語でメニューが表示されるため外国人観光客にも使いやすい仕組みですさらに寿司の醤油にもこだわりがあり北海道九州関東など地域ごとのご当地醤油を選んで楽しめるのが特徴です外国人におすすめのポイントは はま寿司は日本各地で簡単に見つけることができメニューの多言語対応に加えて100円という手ごろな価格で日本の寿司を気軽に楽しめることです寿司以外にもさまざまな料理が揃っているため寿司が初めての人でも安心して食事を楽しむことができますモスバーガー モスバーガーは日本国内に1312店舗あります現在、モスバーガーはアジアでも215店舗が営業しており店舗数は増えていますモスバーガーは日本初のハンバーガーチェーンで質の高い素材を使ったハンバーガーが特徴です他のファストフードチェーンとは異なり 注文を受けてから一つ一つ丁寧に作られるため出来たてで新鮮な味を楽しめるのが大きな魅力ですモスバーガーのメニューは日本らしいユニークなハンバーガーが多く特にモスバーガーというトマトやミートソースがたっぷりかかったハンバーガーがとても人気の商品ですまた照り焼きバーガーやライスバーガーなど 日本ならではの味付けや工夫がされているメニューが多く海外にはない特別な体験ができますモスバーガーは野菜にもこだわっており国内で採れた新鮮な野菜が使われています価格は少し高めでハンバーガー1個あたり400円から500円くらいですが品質や味に見合った満足感があります。 評判としては手作り感や新鮮な食材を大切にしている点そして日本の食文化を取り入れた独自のメニューが高く評価されています注文してから少し待つ必要がありますがその分クオリティの高い料理が提供されるため多くのファンがいます外国人におすすめのポイントとしては 日本独自のメニューやライスバーガーなどモスバーガーでしか味わえないものが豊富にあることですまた、英語などの多言語メニューを提供している店舗もあるため観光客でも簡単に利用できます日本のハンバーガー文化を体験しながら他にはない特別な味を楽しむことができる モスバーガーは外国人観光客にとっても魅力的なお店です。ケンタッキーフライドチキンケンタッキーフライドチキンは、日本国内に1170店舗あります。ケンタッキーフライドチキン、KFC は、アメリカ発祥のフライドチキン専門チェーンですが、日本でもとても人気があります。 ケンタッキーの特徴は秘伝のスパイスで味付けされたフライドチキンでそのサクサクとした衣とジューシーなチキンが多くの人に愛されていますケンタッキーではフライドチキン以外にもチキンフィレサンドやツイスタートルティーヤに包まれたチキンサラダポテトなどのサイドメニューも豊富に揃っています価格帯は フライドチキン1ピースが250円前後セットメニューやバリューメニューも1,000円以下で楽しめるためランチやディナーに気軽に利用することができますまた期間限定で提供される特別メニューや日本独自の味付けのメニューも魅力的ですケンタッキーの評判はチキンのクオリティが高く 安心して食べられる点やボリューム満点のメニューが提供されている点が挙げられますまたクリスマスには特に人気が高まりケンタッキーのチキンを食べることが日本の一部の文化となっているほどです外国人におすすめのポイントは KFC は日本全国に展開しており 英語などの多言語メニューが揃っている店舗も多いことですさらにアメリカのケンタッキーとは少し異なる日本ならではの特別メニューが楽しめる点も興味深いと思います日本でのケンタッキーは家族や友達と一緒にシェアできるサイズやメニューが豊富にあり観光中の食事としても便利です ミスタードーナツミスタードードナツは日本国内に800店舗ありますミスタードーナツミスドは日本全国に展開している人気のドーナツチェーン店で手軽においしいドーナツや軽食を楽しめるお店として広く愛されていますミスタードーナツの特徴は 豊富な種類のドーナツと季節ごとの限定メニューです代表的なメニューとしてはふんわりもちもちしたポン・デ・リングや定番のフレンチクルーラーエンゼルクリームなどがありどれも親しみやすい味わいです価格はドーナツ1個当たり100円から200円くらいと手ごろでコーヒーやジュースと一緒に楽しむことができます またドーナツだけでなくパイやサンドイッチラーメン店舗限定などの軽食メニューも提供されており軽い食事や休憩にもぴったりですさらにドリンクメニューも充実しておりドーナツとセットでお得な価格で提供されることも多くカフェとして利用する人も少なくありませんミスタードーナツは 家族連れや学生ビジネスマンにも人気がありテイクアウトはもちろん店内でゆっくり過ごすこともできますまた季節ごとに限定メニューやコラボレーション企画が登場し常に新しい味を楽しめる点もミスドの魅力の一つです外国人におすすめしたいポイントは 日本ならではのフレーバーやメニューが多いことです特にポンデリングなど日本独自のドーナツは他では味わえないため観光中に日本のスイーツ文化を体験するのに最適です多くの店舗で英語メニューが用意されておりドリンクとのセットメニューもあるため外国人観光客でも安心して注文できますまた 日本各地に店舗があり、アクセスしやすい店も魅力ですマクドナルドマクドナルドは日本国内に2950店舗ありますマクドナルドは世界的に展開しているファストフードチェーンですが日本国内でもとても人気がありますマクドナルドの特徴は 注文してすぐに受け取れるスピードと定番のハンバーガーから日本独自の限定メニューまでバリエーーション豊富なメニューです。日本でもビッグマックやチーズバーガーフィレオフィッシュなどの定番メニューが好評ですが日本限定の照り焼きマックバーガーや月見バーガーなど季節ごとの特別なメニューもあり 日本らしい味を楽しめることが魅力です価格帯はバーガー単品が200円から400円くらいセットメニューは600円から800円前後で手軽に楽しむことができます特にバリューセットはポテトやドリンクがついてお得な価格設定ですまたサイドメニューとして ポテトフライやチキンマックナゲットアップルパイなどハンバーガー以外のメニューもたくさんありますさらにプレミアムローストコーヒーやマックカフェといったドリンクメニューも充実しておりカフェとしても利用できますマクドナルドの評判はスピーディーで手軽に食事を楽しめること店舗が多くてアクセスが良いこと そして日本独自のメニューが常に新鮮であることです特に家族連れや学生、ビジネスマンに人気でテイクアウトやドライブスルーも多くの利用者に好まれていますちなみに東京ではマックと呼ばれ大阪などの関西エリアではマクドと呼ばれます 外国人におすすめのポイントは英語や他の言語に対応したメニューが多くの店舗で提供されていることですまた世界中にあるマクドナルドながら日本ならではの味を楽しむことができる点がユニークです特に照り焼きマックバーガーなどの日本限定メニューは外国人観光客にも大人気で 日本の味を手軽に体験でできる良い機会です日本全国に多数の店舗があり観光中や移動の途中でも簡単に見つけて利用することができますバーガーキングバーガーキングは日本国内に154店舗ありますバーガーキングは 世界的に有名なハンバーガーチェーンですが日本では一度市場から撤退した後再び参入して今では再び人気を集めていますバーガーキングは1990年代に日本市場に進出しましたが激しい競争の中で一度撤退を余儀なくされましたしかし2007年に再参入し 直火で焼くパティの特徴や大きなサイズのワッパーを中心に、日本ではなくてはならないハンバーガーチェーンの一つになりました。バーガーキングの人気が復活したのは、直火焼きのパティという独自の調理方法や、大きなバーガーの満足感、さらにトッピングやサイズをカスタマイズできる、自由度の高さがあります。 ワッパーは特にそのボリューム感とジューシーな味わいが評判で他のファストフードチェーンとは少し違う特徴的なバーガーとして親しまれていますメニューの価格帯は単品で500円から700円セットで800円から1000円前後と手ごろであり特に学生やサラリーマンファミリー層からの人気が高いです 直火焼きによるパティの香ばしい風味はグリルで焼かれるハンバーグの味わいを求める人にぴったりです外国人におすすめのポイントとして世界各地でおなじみのバーガーキングを日本でも手軽に楽しめることが挙げられますさらに多言語メニューが用意されている店舗が多いため観光客でも安心して注文ができ 日本でもバーガーキングらしい味わいを楽しめます。また、日本市場向けの限定メニューが登場することもあり、他の国では体験できない特別な味わいを楽しむことができる点も魅力です。サブウェイサブウェイは日本国内に168店舗あります。サブウェイは ヘルシーなサンドイッチを手軽に楽しめることで知られる世界的に展開されているファストフードチェーンです日本のサブウェイも同様に健康志向の人々や軽めの食事を求める人々に人気がありますサブウェイの最大の特徴はサンドイッチを自分好みにカスタマイズできることです、まず パンの種類ホワイトウィートセサミなどを選び次に具材やトッピング野菜チーズソースなどを自由に組み合わせることができますサブウェイのメニューにはローストビーフやエビアボカド BLT ベーコンレタストマトなどバリエーション豊かなサンドイッチがあります また低カロリーなメニューやベジタリアン向けのメニューも揃っており健康志向の方々にも好まれていますサンドイッチの価格は500円から700円前後でセットメニューにはドリンクやポテトがついて1000円以内で楽しむことができますサブウェイの評判は フレッシュな野菜をたっぷり使ったヘルシーなサンドイッチが選べることやカスタマイズの自由度が高い点が特に評価されています忙しい日常の中でも自分好みの健康的な食事が手軽に手に入ることから多くの支持を集めています日本では一時期多くの店舗が展開されていましたが 近年は競争の激化により一部の店舗が閉店しましたそれでもヘルシー志向やカスタマイズができるという独自の強みで今も根強い人気があります外国人におすすめのポイントとしてサブウェイは世界中で親しまれているチェーン店であり日本でも同じようにカスタマイズ可能なサンドイッチを楽しめる点です また英語メニューがある店舗が多く注文がしやすいことも観光客にとって便利ですさらに日本では新鮮な野菜が豊富に使われており質の高い食材を手軽に味わえるため日本独自のサブウェイの魅力を体験できますびっくりドンキーびっくりドンキーは 日本国内に347店舗あります。ビックリドンキーは日本全国に展開するファミリーレストランで、特にハンバーグを中心としたメニューが人気です。ビックリドンキーの特徴は、ジューシーでふっくらとしたハンバーグがリーズナブルな価格で楽しめる点です。木を基調とした独特な内装や、 ユニークなメニュー名も特徴的でファミリーやカップル学生にも親しまれていますメインメニューのハンバーグディッシュはライスとサラダが一緒に盛られたプレートスタイルで提供されますハンバーグの大きさは 100g から 300g まで選べ自分の食欲に合わせてカスタマイズ可能です トッピングやソースの種類も豊富でチーズ目玉焼きアボカドなど好みに合わせてアレンジできますまたサイドメニューとしてポテトやドリンクデザートも充実しており特にパフェなどのデザートメニューが人気です価格帯はハンバーグディッシュが800円から1500円くらいと ボリュームに対してとてもお得感がありますビックリドンキーの評判はハンバーグの味や食べ応えが高く評価されており特にそのジューシーさと柔らかさが特徴ですまた家族連れや友人同士でも気軽に楽しめるアットホームな雰囲気も多くのファンに支持されています 全国的に多くの店舗があるためアクセスもしやすいです外国人におすすめのポイントは日本風にアレンジされたハンバーグ料理を体験できることです多くの店舗で英語メニューが用意されているため初めて訪れる観光客でも安心して注文ができますさらに ハンバーグのサイズやトッピングを自由に選べるため自分好みの一皿を作りやすく日本のファミリーレストラン文化を楽しむには最適な場所ですまたユニークな内装やメニューのデザインも食事以外の楽しみとして喜ばれています築地銀だこ築地銀だこは 日本国内に500店舗あります。築地銀だこは、日本全国で展開するたこ焼きチェーン店で、外はカリッと、中はとろっとした独特の食感で知られています。日本の代表的なストリートフードであるたこ焼きを、手軽に楽しめる人気店です。築地銀だこのたこ焼きは、表面をしっかりと焼き上げ、 カリカリの皮と柔らかい中身が絶妙なバランスを持つのが特徴です。メニューには定番のソースたこ焼きやネギだこ、さらにはテリタマなどバリエーション豊かなラインナップが揃っています。また、季節ごとの限定メニューや、店舗によってはビールとたこ焼きを一緒に楽しむことができる 銀だこハイボール酒場としての展開も行われておりたこ焼きだけでなく軽食やお酒を楽しむ場としても利用されています価格帯は基本的なたこ焼きが68個入りで500円から700円くらいと手頃な価格で満足感のある量です築地銀だこの評判は たこ焼きのカリとロ食感としっかりとした味付けで多くの人に愛されています店舗によっては店頭で焼いている様子が見られるためそのライブ感も魅力の一つですまた立ち食いやテイクアウトが気軽にできるため観光やショッピングの合間に立ち寄りやすいのも特徴です 外国人におすすめのポイントとしてたこ焼きは日本のストリートフードの代表的な一品であり築地銀だこではそのクオリティを安定して楽しむことができます多くの店舗で写真付きのメニューが用意されており英語メニューがある場合もあるため初めての人でも注文しやすいです 日本のたこ焼きを体験したい外国人観光客にとって築地銀だこは手軽かつ本格的な味わいを提供する絶好の場所ですロッテリアロロッッテテリリアアは日本国内に店舗あります。ロッテリアは日本全国に展開するハンバーガーチェーンで 1972年に創業された日本発祥のファストフード店ですロッテリアの特徴は独自のハンバーガーメニューや季節限定の商品が多い点です特に人気のメニューにはエビバーガーがありプリプリのエビを使用したカツが特徴的で多くのファンに愛されていますまた 絶品チーズバーガーは濃厚なチーズがたっぷりと入った贅沢な一品として人気ですメニューには定番のハンバーガー以外にもフライドポテトやチキンナゲットサイドメニューとしてシェイクやドリンクが充実していますまたロッテリアは新商品や期間限定メニューを発売することが多いです特に タワーバーガーのような何枚ものパティを積み重ねた大胆な商品が SNS などで話題になることもあります価格帯はハンバーガーが400円から600円前後セットメニューは800円から1000円くらいで楽しめますロッテリアの評判はメニューのバラエティーとその独自性であり 特にエビバーガーのような他のハンバーガーチェーンでは味わえない商品が評価されています。注文してから一つ一つ丁寧に作られるため、出来立ての美味しさが楽しめるのもポイントです。外国人におすすめのポイントは、ロッテリアでは日本独自のメニューや期間限定のオリジナルハンバーガーが多く、 日本ならではのファストフード体験ができる点です多くの店舗で英語メニューが用意されており観光中にも気軽に立ち寄ることができます特にエビバーガーは日本の海産物を使ったユニークな一品として外国人にも人気がありますまた主要都市やショッピングモール 駅周辺などアクセスの良い場所に店舗が多いことも観光客にとって便利です。弥生県弥生県は日本国内に380店舗あります。海外では台湾で21店舗フィリピンで1店舗タイで129店舗シンガポールで7店舗オーストラリアで2店舗 アメリカで3店舗の合計149店舗が営業しています弥生県は日本全国に展開する定食チェーン店で手軽にバランスの取れた定食を楽しめるお店として人気です弥生県の特徴は豊富な定食メニューで和食を中心にボリューム満点の料理を提供している点です 定食はご飯、味噌汁メインのおかずに加えて漬物や副菜がセットになっており栄養バランスも良い食事が手軽にとれることが魅力です主なメニューには生姜焼き定食鶏の唐揚げ定食鯖の塩焼き定食などの日本の家庭料理の定番メニューが揃っていますまた カツ丼やカレー鍋物など季節ごとのメニューや限定メニューも豊富に提供されていますご飯はおかわり自由なため食欲旺盛な人には特に嬉しいポイントです価格帯は800円から1200円くらいとリーズナブルでボリュームがある定食を手ごろな価格で楽しむことができます弥生県の評判は 料理のクオリティが高く定食の種類が豊富な点が評価されていますご飯や味噌汁をお代わりできるサービスも人気の理由の一つで満足度が高いですまた定食には新鮮な野菜や魚肉が使われているため栄養面を重視する人にもおすすめですさらに定食を注文すると 自動的にバランスの取れた食事が提供されるため栄養を気にしながら手軽に食事を楽しめる点が多くの人に支持されています外国人におすすめのポイントとして弥生県では日本の家庭料理を手軽に体験できることです多くの店舗で英語メニューが用意されており食券システムも分かりやすいため 初めて訪れる外国人でも安心して利用できますまた日本の定食文化を知りたい外国人にとって弥生県は豊富なメニューとリーズナブルな価格で本格的な和食を楽しむことができる絶好の場所です全国各地に店舗があり主要都市や駅近くにも店舗があるため観光中に立ち寄りやすいのも魅力です 大戸屋。大戸屋は日本国内に三百八店舗あります。海外では百十一店舗あります。大戸屋は日本全国に展開する定食チェーン店で。健康的でバランスの取れた家庭的な和食を楽しめることで知られています。大戸屋の特徴は手作りにこだわり。 店内で調理された新鮮な食材を使用した定食を提供している店です。家庭的な味わいを重視しており、毎日の食事として安心して楽しめるメニューが揃っています。主なメニューには、鶏の黒酢あん定食や鯖の塩焼き定食、豚ロースの生姜焼き定食など和食の定番料理が豊富にあります。 またサバの味噌煮定食やひじき煮など和食ならではのヘルシーな副菜も充実しています大戸屋は白米の他に五穀米や玄米を選べる点も健康志向の人に好評です価格帯は800円から1200円くらいとリーズナブルでボリュームと質のバランスが良い定食が楽しめます大戸屋は 手作り感が強く提供される料理が温かくて新鮮なことが評判ですまた店内は落ち着いた雰囲気でゆっくりと食事を楽しめる環境が整っていますお昼の時間帯だけでなく夕食時や家族での食事にもぴったりのお店ですさらにメニューは季節ごとに限定料理が登場し その時期にししか食べられない料理を楽しむこともできます外国人におすすめのポイントは日本の家庭料理を手軽に体験できることです大戸屋では英語や他の言語に対応したメニューが用意されている店舗も多く外国人観光客でも安心して注文ができます健康志向のメニューが多いため 野菜やヘルシーな食事をとりたい人には特におすすめですまた大戸屋の定食は食材や料理の調理法にこだわっているため日本の本格的な和食の味をしっかりと楽しむことができます主要都市や観光地に多くの店舗がありアクセスもしやすいので観光の合間に立ち寄りやすいお店です リンガーハットリンガーハットは日本国内に657店舗ありますリンガーハットは長崎発祥の長崎ちゃんぽんをメインに提供する日本のファストフードチェーン店で特にヘルシーでボリュームのある中華風の麺料理が特徴です長崎ちゃんぽんは太い中華麺とたっぷりの野菜 豚肉海鮮を合わせた栄養バランスの良い一品でスープはコクがありながらも優しい味わいです野菜が多く使われているため一食でしっかりと食物繊維を摂取でき健康志向の方にも人気がありますリンガーハットのメニューには定番の長崎ちゃんぽんの他にスープのない サラうどんや餃子なども揃っておりバリエーション豊かです特に皿うどんは揚げた細麺の上にたっぷりの具材が乗っておりサクサクとした食感と濃厚なあんかけのバランスが絶妙です価格はちゃんぽんが600円から800円くらいと手頃でボリュームがしっかりしているので満足感が高いです また麺の量を無料で増量できるサービスもあり食欲旺盛な方には嬉しいポイントですリンガーハットの評判は素材にこだわっている点や全店舗で国産野菜を使用していることリーズナブルな価格でしっかりとした食事が楽しめる点で高く評価されています野菜がたっぷりとれる料理が多いため 健康を気にする人や栄養バランスを考えた食事を求める人にも支持されています外国人におすすめのポイントとしてはリンガーハットでは麺料理が中心で野菜も豊富に使われているため健康的な日本の料理を手軽に体験できますまた多くの店舗で英語メニューが用意されているため 外国人観光客でも簡単に注文ができ初めての人でも安心して楽しめます日本の中華風料理であるちゃんぽんや皿うどんは海外の料理とは少し異なる独特の味わいを持っているので日本ならではの食文化を体験するにはぴったりの場所です全国に多くの店舗があり主要都市やショッピングモール内など アクセスが良い場所に店舗が多いのも魅力です。交楽園交楽園は日本国内に404店舗あります。交楽園は日本全国に展開するラーメンチェーン店で、リーズナブルな価格で本格的なラーメンが楽しめることで人気です。交楽園の特徴は、 安いのに高品質なラーメンを提供している点で特に中華そばが看板メニューですあっさりした醤油ベースのスープにしなやかな細麺とチャーシューメンマがトッピングされたシンプルなラーメンで多くの日本人は懐かしい味わいと感じるラーメンですメニューには定番の中華そばのほかに 味噌ラーメンや塩ラーメン担々麺などバリエーション豊かなラーメンが揃っていますさらにサイドメニューとして餃子やチャーハンなども人気がありラーメンとのセットメニューもお得です価格帯はとてもリーズナブルでラーメンは400円から600円くらいセットメニューでも1000円以内で楽しむことができ コスストパフォーマンスがとても高いです。後楽園の評判は安定したクオリティのラーメンを手軽に楽しめる点や昔ながらのラーメン屋の味わいを感じられるところにありますまたラーメンを中心としたメニューに加えて餃子やご飯物ものもっておりボリュームたっぷりの食事をリーズナブルな価格で提供しているため 幅広い世代に支持されています外国人におすすめのポイントは高楽園では日本のラーメン文化を気軽に体験できることです多くの店舗で英語メニューが用意されており観光客でも簡単に注文ができますまた特に中華そばは日本のラーメンの基本ともいえる味わいを持っており 初めてラーメンを試す人にもおすすめですリーズナブルな価格設定なので手軽に日本のラーメンを体験したい外国人にとってはぴったりのお店ですさらに全国各地に多くの店舗があり主要駅や都市部ショッピングモールなどアクセスの良い場所に多く展開しているため観光の合間にも気軽に立ち寄ることができます 店舗あります日高屋は日本全国に展開する中華料理のファストフードチェーン店でリーズナブルな価格で手軽に中華料理を楽しめるお店として人気があります特にラーメンや定食メニューが充実しており手早くしっかりと食事を済ませたい人に向いています 日高屋はラーメンやチャーハン餃子などの中華料理の定番を安価で提供しておりサラリーマンや学生家族連れなど幅広い層から支持されていますメニューには中華そばや味噌ラーメンタンメンなどのラーメンメニューをはじめチャーハンや餃子、さらには野菜炒め定食や 麻婆豆腐定食などの定食も豊富に揃っています価格帯はとてもリーズナブルでラーメンは500円前後定食メニューも600円から800円くらいと手軽にお腹いっぱい食べられるのが魅力ですまたセットメニューではラーメンや定食に餃子やご飯がついてくるなどお得感のある内容となっています 日高屋の評判は安価でありながらボリュームがあり味も安定している点が評価されていますまた店舗が駅地下に多く立地しているため通勤通学途中や買い物の合間に手軽に利用できる点も大きなメリットですさらに料理が提供されるスピードが速いため 忙しい時でもすぐに食事を済ませることができる点が特にサラリーマンなどに人気です外国人におすすめのポイントは日高屋では手頃な価格で日本の中華料理を体験できることです多くの店舗で写真付きメニューが用意されており注文も簡単ですまた、 ラーメンやチャーハンといった日本風にアレンジされた中華料理を手軽に楽しむことができ日本食以外の料理を試したい観光客にもぴったりです日高屋は駅や都市部に多くの店舗があるため観光中の移動や観光地での食事としても利用しやすいですゴーゴーカレーゴーゴーカレーは 日本国内に90店舗、海外には15店舗あります。ゴーゴーカレーは日本発祥のカレーチェーンで、特に金沢カレーと呼ばれる独特の濃厚なカレーを提供しているお店です。この金沢カレーというのは、石川県金沢市という地域から生まれたカレーのスタイルで、地名に由来しています。 金沢カレーの特徴は黒くて濃厚なルーがたっぷりとかかっておりキャベツの千切りと一緒にサクサクのカツやウインナーなどのボリュームたっぷりのトッピングがのっていることですご飯がルーで完全に覆われるのも特徴的ですゴーゴーカレーはこの金沢カレーを全国に広めカレー好きの人々に愛されています看板メニューは ロースカツカレーでサクサクのカツがルーと一緒に楽しめるボリューム満点の一品ですさらにエビフライカレーやチキンカツカレートッピングが豪華なメジャーカレーなどトッピングを自由に選んで自分好みのカレーにカスタマイズすることができます価格帯はシンプルなカレーが600円から800円くらいで トッピングを追加すると1000円前後となりますが、ボリュームがあり、食べ応えのある一皿です。ゴーゴーカレーの評判は、その濃厚で深みのあるカレールーとボリュームたっぷりのトッピングが人気の理由です。また、店舗内には特有のゴリラのモチーフがあり、ユニークな雰囲気もお店の特徴です。 さらにゴーゴーカレーは5のつく日や特定の日にキャンペーンを行いトッピングが無料になったり特別メニューが登場したりとリピーターを楽しませるサービスも魅力です外国人におすすめのポイントは日本独特のカレー文化を体験できることですゴーゴーカレーの金沢カレーは日本のカレーライスの中でも特に個性的で 濃厚な味わいが特徴的ですまたメニューには写真が掲載されておりわかりやすく英語表記もあるため初めてでも安心して注文ができますさらにボリューム満点のトッピングやセットメニューは食べ応えがあるためたくさん食べたい外国人にも満足してもらえるでしょう。 ゴーゴーカレーは都市部や観光地に多くの店舗がありアクセスが良い点も観光客にとって便利です日本のファストフードや飲食チェーンは手軽さだけでなく味やバリエーションにおいてもとても優れています多彩なメニューやリーズナブルな価格で日本独特の食文化を楽しめるのが魅力です この記事を通じて日本のファストフードの魅力を感じていただけたでしょうか日本を訪れた際はぜひこれらのお店に立ち寄り手軽に日本の味を体験してみてください旅行中の食事がより楽しく思い出深いものになるはずです日本のファストフードと飲食チェーンはいかがでしたか コメント欄から感想をみんなに教えてください前半お疲れ様でしたここから先は読み上げ速度が20%速くなりますそれでは後半スタートです日本のフファストーードと飲食チェーン今回は日本のファストフードと飲食チェーンを学びながら日本語を勉強しましょう この動画は前半は少しゆっくりのスピードで漢字には振りがながあります。後半は少しだけ早くなり漢字に振りがなはありません。学習にお役立てください。日本のファストフードや飲食チェーンは安くて手軽に食べられるだけでなく、アジアバリエーションもたくさんあり世界中から注目されています。この動画では。 日本に訪れた外国人におすすめしたい日本で人気が高いファストフード店と飲食チェーンを紹介しますそれぞれのお店の特徴やメニュー価格さらには外国人にとっての魅力をわかりやすく紹介します丸亀製麺丸亀製麺は日本国内に862のお店があります丸亀製麺は、 日本全国でとても人気があるうどん専門のファストフード店ですここでは作ったばかりのうどんを食べることができます作りたてなのでうどんのコシや新鮮さが特徴ですセルフサービス形式でまず自分が好きなうどんを選びその後天ぷらやおにぎりサイドメニューを自分で追加できます メニューのラインナップには定番のかけうどんやぶっかけうどんさらに肉うどんやカレーうどんなどいろいろなバリエーションがあります値段はとても安くてうどん1杯当たり300円から500円くらいです外国人観光客にも親しみやすい価格設定です丸亀製麺はうどんの味のクオリティが高いことや天ぷらの豊富さ 自由にトッピングが選べる点が評価されていますまた、店内でうどんを作る様子をガラス越しに見ることができるため日本の手作り文化を感じることができるのも魅力の一つです外国人におすすめのポイントはメニューがシンプルで選びやすく写真付きのメニュー表や多言語対応の店も多いことです 初めての日本旅行でも気軽に立ち寄れるファストフード店として人気があります吉野家。吉野家は日本国内に1190店舗あります吉野家は日本でとても有名な牛丼チェーン店です吉野家の最大の特徴は手早く提供される牛丼です牛丼は 柔らかい牛肉と玉ねぎを特製の甘辛いタレで煮込み白いご飯の上にのせたシンプルな料理でリーズナブルな価格とボリューム感で人気を集めています吉野家のメニューには定番の牛丼だけでなく豚丼やカレー定食メニューもありますまた最近では健康志向の人向けにサラダや野菜たっぷりのメニューも提供されています 牛丼の価格は並盛りで300円台から400円台くらいと、とても手軽に楽しめる点が魅力です。吉野家は忙しいビジネスパーソンや学生にとって、素早く食事を済ませることができる点が高く評価されています。日本全国にたくさんの店舗があり、24時間営業の店舗も多いため、いつでも立ち寄ることができるのも大きな利点です。 外国人におすすめのポイントとしては吉野家はメニューがシンプルで注文しやすく多くの店舗で英語や他の言語に対応したメニューが用意されていることですまた日本の伝統的な丼文化を手軽に体験できるため旅行者にとっても親しみやすいお店となっていますすき家すき家は 日本国内に1940店舗あります。スキヤは吉野家と並んで日本を代表する牛丼チェーン店の一つです。スキヤの特徴は、牛丼だけでなく豊富なトッピングやメニューのバリエーションが楽しめる点です。定番の牛丼に加え、チーズ牛丼やキムチ牛丼、カレー牛丼など、個性豊かなアレンジメニューが充実しています。 また牛丼だけでなくカレーや定食など他のファストフード店にはない幅広いメニューがあることもすき家の強みです価格は牛丼の並盛りが430円前後ととてもリーズナブルでボリュームもしっかりしていますメニューの種類が多いため好みに応じて選べる点が人気の理由ですさらにサイドメニューにはサラダや味噌汁があり バランスの取れた食事が可能ですスキヤは24時間営業の店舗が多く深夜でも気軽に利用できることが高く評価されていますまたファミリー向けの席も用意されており一人でも家族連れでも気軽に利用できるのが特徴です外国人におすすめのポイントはメニューが多言語対応で 英語や中国語のメニューが用意されている店舗が多いことですまたトッピングやメニューの幅広さがあるため初めての人でも好きな味を見つけやすいです日本のファストフード文化を気軽に体験したい人にとってすき家はとても嬉しいお店だと思います松屋松屋は日本国内に約1,000店舗あります 松屋は、吉野家やスキヤと並ぶ日本の代表的な牛丼チェーン店で、牛丼以外にも幅広いメニューを提供しているのが特徴です。松屋の牛丼は牛飯と呼ばれ、特製のタレで煮込んだ柔らかい牛肉と玉ねぎがご飯の上に乗った定番メニューです。しかし、松屋が他のチェーン店と異なる点は、牛丼以外の定食メニューが充実していることです。 定番の牛飯のほかに、カレーライス、ハンバーグ、焼肉定食、鶏肉を使ったメニューなど、バラエティーに富んだラインナップがあります。特に、牛丼チェーンとしては珍しく、すべてのメニューに無料で味噌汁がついてくる点も松屋の人気の理由の一つです。牛飯の価格は並盛りで400円前後、定食メニューでも500円から700円くらいと、 手軽な価格でボリュームたっぷりの食事を楽しめます松屋はセルフサービス形式が多く食券を購入して注文するため初めての人でも分かりやすくスムーズに利用できますまた24時間営業の店舗も多いためいつでも利用できる便利さも評価されています外国人におすすめのポイントは 食券システムがあるため言葉の心配をせずに注文できることですさらにカレーや定食など日本の家庭的な料理を手軽に楽しめるため日本の多様な食文化を一度に味わうことができますまた英語など多言語に対応したメニューがある店舗も多く観光客にも親しみやすいですかつや カツヤは日本国内に435店舗あります。カツヤは揚げ物を中心としたファストフードチェーンで、日本全国に展開している人気のお店です。主にトンカツやカツ丼など、豚肉を使った料理が特徴で、ボリュームたっぷりでリーズナブルな価格設定が魅力です。カツヤでは、サクサクに揚げられたトンカツを使った定番メニューが楽しめます。 主なメニューにはロースカツ定食やカツ丼チキンカツなどがあり価格帯は500円から800円くらいととても手ごろですカツ丼は甘辛いタレで煮込まれたとんかつがご飯にのっていて食べ応えがあり人気のメニューですまた期間限定メニューやフェアもよく開催され新しいメニューに挑戦できるのも楽しみの一つです かつやの評判は手軽においしい揚げ物を楽しめることそしてコストパフォーマンスがとても高いことから多くの人に支持されています食べたいものをサクッと短時間で楽しめるため忙しい時やお腹いっぱい食べたい時にぴったりのお店です外国人におすすめのポイントは日本の揚げ物料理を手軽に体験できることです特にかつ丼は 日本らしい丼文化を楽しめるので観光客にとっても魅力的な一品ですまた店舗によっては多言語メニューも提供されているため注文も簡単ですアクセスしやすい場所に多くの店舗があり気軽に訪れることができます中湯中湯は日本国内に461店舗あります中は、 日本全国に展開する和風のファストフードチェーンで、特にうどんと丼ぶりものが楽しめるお店として知られています。なかウの特徴は、手軽に和食を味わえる点で、特に親子丼とうどんが人気メニューです。親子丼は、ふんわりとした卵と柔らかい鶏肉を使った丼ぶりもので、甘辛いタレとのバランスが絶妙です。 うどんはだしの効いたスープとコシのある麺が特徴でシンプルながら満足度の高い一品ですメニューには親子丼やうどんの他にも牛丼やカレーうどんさらにはざるそばやカツ丼など多彩なラインナップが揃っています価格帯はとてもリーズナブルで親子丼は400円から600円うどんも300円台からと 安くて美味しいしし食事を楽しめますまたセットメニューも充実しておりうどんと丼を組み合わせたセットなどボリュームたっぷりの食事を1000円以内で楽しむことができますなかうの評判は和食チェーンとしての品質の高さと手軽にお腹いっぱいになれることです特に親子丼は 他のファストフードチェーンでは味わえない独特の美味しさで、多くの人に支持されています。カウンターでの注文形式もシンプルで、食券を購入してからすぐに料理が提供されるため、忙しい時でもスムーズに食事ができるのも魅力です。外国人におすすめのポイントは、中で日本の伝統的などんぶりもやうどんを手軽に楽しめることです。 多くの店舗で英語メニューが提供されているため初めて訪れる観光客でも安心して注文ができます特に親子丼やうどんは日本ならではの味を体験できるので日本食を初めて味わう外国人にもおすすめですまた主要駅や都市部に多くの店舗がありアクセスしやすい点も観光客にとって便利です ガスト。ガストは日本国内に1256店舗あります。ガストは日本で人気のあるファミリーレストランチェーンで幅広いメニューとリーズナブルな価格で知られています。ガストの特徴は和食、洋食、中華などさまざまな料理が揃っており、家族や友達、仕事仲間と一緒に気軽に訪れることができる点です。 ハンバーグやステーキ、パスタ、ピザ、カレー、定食など、誰でも好みに合わせて選べるメニューが豊富にあります。価格帯はとても手ごろで、主なメニューは500円から1000円くらいです。また、ランチタイムにはさらにお得なランチセットが提供されており、メインディッシュにサラダやスープ、ライスがついて600円前後で楽しめることも多いです。 キッズメニューも充実しているため家族連れにも人気がありますガストはドリンクバーというサービスでも知られておりセルフサービスでコーヒーやジュースソフトドリンクが飲み放題ですこのドリンクバーは長い時間リラックスして過ごしたい人にとってとても魅力的です外国人におすすめのポイントはメニューが写真付きでわかりやすく 英語や他の言語に対応したメニューも提供している店舗が多いことですまたガストは日本全国に多数の店舗があり観光地や都市部でも見つけやすいですさまざまな料理を一度に楽しめるため日本での食事を手軽に体験したい外国人にとって理想的な場所ですサイゼリアサイゼリアは 日本国内に1055店舗ありますサイゼリアはリーズナブルな価格でイタリア料理を楽しめるファミリーレストランチェーンとして日本で広く親しまれています最大の特徴は驚くほど手頃な価格で本格的なイタリアンメニューが楽しめる点ですピザやパスタ、リゾット、グラタンなどのメニューが豊富に揃っており 一部のメニューは300円前後という驚きの価格で提供されています。特に人気のあるメニューには、マルゲリータピザやミートソーススパゲッティ、ミラノフードリアなどがあり、どれもコストパフォーマンスがとても高いです。また、ワインやビールなどのアルコールも安価に提供されており、軽く飲みたいときにも利用しやすいお店です。 サイゼリアは、特に学生やファミリー層に人気があり、安いだけでなく、味のクオリティも高いという評価を得ています。また、ドリンクバーもあり、ドリンクを自由に楽しめるため、ゆっくりと食事を楽しむことができます。外国人におすすめのポイントは、メニューがシンプルで注文しやすく、英語をはじめとする多言語対応のメニューも揃っていることです。 さらにサイゼリヤでは食事の量が適度でシェアしやすいので友達や家族と一緒にいろいろな料理を試すことができますまた全国に多くの店舗がありアクセスしやすい点も魅力的ですデニーズデニーズは日本国内に317店舗ありますデニーズは日本で展開されている。 ファミリーレストランの一つでアメリカ発祥のチェーンながら日本独自のメニューが豊富に揃っていますデニーズの特徴は和洋中を取り入れた多様な料理を楽しめることです朝食メニューからディナーまでバリエーションが多く特に和食の定食やヘルシー志向のメニューが充実しているため健康を気にする人にも人気があります メニューにはステーキやハンバーグパスタサラダ魚の定食さらにはスイーツまで幅広く取り揃えられています価格帯はランチメニューが800円から1000円くらいディナーが1000円から1500円前後でリーズナブルな価格で本格的な料理が楽しめるのが魅力ですまた、 デニーズは季節ごとに限定メニューを提供することでも知られており、旬の食材を使った料理を楽しむことができます。デニーズは特に朝食メニューが充実しており、トーストやサラダ、卵料理など軽めの朝食を求める人にぴったりです。朝早くから営業しているため、観光中の朝食にも利用しやすいです。 外国人におすすめのポイントとしては英語メニューが用意されている店舗が多く注文が簡単であることですまた日本の定食や洋食など幅広い料理を一度に体験できるため日本の食文化に触れたい観光客にとっても満足度が高いレストランです店舗数も多く主要な駅や都市で簡単に見つけることができるのも利点です バーミヤンバーミヤンは日本国内に三百六十店舗あります。バーミヤンは日本で人気のある中華料理ファミリーレストランチェーンで、本格的な中華料理をリーズナブルな価格で楽しめるのが特徴です。バーミヤンでは定番の餃子やチャーハン、ラーメンといったシンプルな中華料理から、麻婆豆腐やエビチリ、酢豚など、 多様なメニューが揃っていますさらに天津やデザートメニューも豊富で家族や友人とシェアしながら楽しむことができます価格帯は主要な料理が500円から1000円くらいととても手頃で特にランチメニューはお得感がありますセットメニューやコンボも充実しておりスープやサラダ デザートが付いたお得なセットを楽しむことができますまた、ベジタリアン向けのメニューや健康を意識したメニューも提供されており幅広い層に支持されていますバーミアンの評判は手軽に本格的な中華料理が楽しめることや子供から大人まで楽しめる幅広いメニューがある点で高く評価されています 店舗内は広々としており、グループでもゆったりと食事を楽しむことができるのも魅力です。外国人におすすめのポイントは、多くの店舗で英語や他の言語に対応したメニューが用意されていることや、日本にいながら気軽に中華料理を楽しめる点です。また、豊富なメニューの中から日本風にアレンジされた中華料理を体験できるのも、 観光客にとって新鮮な体験になるでしょうアクセスの良い場所に多く店舗があるため観光や仕事の合間にも立ち寄りやすいです夢庵夢庵は日本国内に165店舗あります夢庵は日本全国に展開する和風ファミリーレストランチェーンで和食を中心に豊富なメニューを提供しています 落ち着いた雰夢庵の,の,のメニューには定食そばうどん寿司、天ぷらなどの日本の伝統的な料理が揃っています特にセットメニューやお得なランチメニューが充実しており家族や友人同士でも気軽に利用できるお店です夢庵の看板メニューには 揚げたての天ぷら定食やうな重温かいかけそばやざるうどんなどがあり季節ごとに旬の食材を使用した限定メニューも登場します価格帯は定食メニューが1000円から1500円くらいでコストパフォーマンスが高く満足感がありますさらにヘルシーな和食が多いので健康を気にする方にもぴったりです 夢庵の評判は料理のクオリティが高く落ち着いた和風の店内でリラックスできる点が評価されていますまた幅広い年齢層に対応したメニューがあるため家族連れや年配の方にも人気です子供用メニューやデザートも充実しているため子供から大人まで楽しめるレストランです外国人におすすめのポイントは 日本の伝統的な和食を手軽に体験できることです夢庵では和食の代表的な料理を一度に楽しむことができ英語メニューを提供している店舗もあるため外国人観光客でも安心して利用できますまた和食の中でも特に人気のある天ぷらや寿司うどんをリーズナブルな価格で味わえるため 日本旅行中の食事として最適です。全国に店舗が多く、観光地や都市部でも見つけやすいので、旅行中の食事にも便利です。ここ一番屋ここ一番屋は、日本国内に1200店舗あります。また、ここ一番屋は、ここ一と呼ばれています。ここ一は、 日本でとても人気のあるカレー専門のチェーン店です。ココイチの特徴はカレーの辛さ、トッピング、ライスの量を自分の好みに合わせて自由にカスタマイズできる点です。まずベースとなるカレーを選び、その上にチーズ、かつ、野菜。エビフライなど、さまざまなトッピングを追加して、自分だけの一皿を作ることができます。 辛さは甘口から超激辛まで10段階から選べるため辛いものが好きな人も辛さが苦手な人も楽しめますメニューには定番のポークカレーやビーフカレーのほかシーフードカレーやほうれん草カレーなど種類豊富なラインナップが揃っています価格帯はシンプルなカレーであれば600円から800円くらい トッピングを追加すすす。れば1000円前後になりますが、がボリューム満満点でで足度が高いここ一番屋の評判はカレー専門店ならではの豊富なトッピングとカスタマイズの自由度が高いことそして安定した味のクオリティで評価されていますまたカレールー自体が日本独特の濃厚でコクのある味わいのため外国人旅行者にもとても人気です 外国人におすすめのポイントはカスタマイズの自由度が高く英語メニューが多くの店舗で提供されているため初めての人でも注文が簡単ですまた辛さやトッピングの選択肢が広いため自分の好みに合わせて食事を楽しめる点が魅力です日本のカレーライス文化を体験したい人にはぜひ訪れてほしいお店です 餃子の王将餃子の王将は日本国内に店舗あります餃子の王将はその店名に餃子が入っていることから餃子がメインの料理だと思われがちですが実際には幅広い中華料理を提供している人気チェーン店ですもちろん看板メニューの餃子はとても評判がよく外はパリッと 中はジューシーな仕上がりが魅力です。一人前はリーズナブルな価格で200円台から楽しめます。しかし餃子の王将は餃子だけでなくチャーハン、ラーメン、天津飯、麻婆豆腐、酢豚、エビチリといった豊富な中華料理も取り揃えています。定食メニューも充実しており餃子とメイン料理、ご飯。 スープがセットになったお得な定食は1000円以下で楽しめるものが多いですメニューの幅が広いので家族や友人と一緒に行ってもそれぞれが好みの料理を注文できる点も魅力です餃子の王将はリーズナブルな価格ながら量が多く学生やサラリーマンからも人気がありますさらに 料理が提供されるスピードも速いので忙しいランチタイムやさっと夕食を済ませたい時にも便利です外国人におすすめのポイントとしては餃子やラーメンなど日本で親しまれている中華料理を手軽に体験できることです多くの店舗で写真付きのメニューや英語メニューが用意されているため初めて訪れる人でも安心して注文できます 餃子をはじめ、多様な料理を一度に楽しめる点で、観光中に日本のファストフードとして気軽に立ち寄るのにぴったりのお店です。くら寿司くら寿司は日本国内に549店舗あります。くら寿司は日本全国に展開している回転寿司チェーンで、手軽に寿司を楽しめる人気店です。くら寿司の特徴は、 注文した寿司が回転レーンで運ばれてくるだけでなく、タッチパネルで好きなメニューを注文し、直接自分の席に届く仕組みがあることです。新鮮な寿司を安価に楽しめるだけでなく、ユニークなシステムが楽しさを提供してくれます。メニューには定番のマグロ、サーモン、エビといった寿司ネタはもちろんのこと、期間限定の特別メニューや天ぷら、 ラーーメン、デザートなど、寿司以外の料理も豊富に揃っています寿司の一皿は100円台から200円台ととてもリーズナブルで家族連れや友達同士で楽しく食事をすることができますさらにくら寿司はすべてのメニューにおいて人工添加物を使用していないことをアピールしており健康志向の人にも安心です。 くら寿司のもう一つの魅力はリックラポンというゲームです。お皿を5枚ごとにテーブルの回収口に入れるとデジタルガチャガチャが始まり運が良ければおもちゃがもらえるという特に子どもたちに大人気のサービスがあります外国人におすすめのポイントはタッチパネルが多言語対応しており英語や中国語などでメニューを簡単に選べることです また寿司以外の料理も豊富にあるため寿司が苦手な人でも安心して利用できます自分で寿司を選んで注文するというユニークな体験ができるので日本の回転寿司文化を楽しみたい観光客にとってくら寿司は絶好の選択肢ですスシロ寿スシロは日本国内に651店舗あります寿司 日本全国で展開している回転寿司チェーンの一つでリーズナブルな価格と高品質な寿司が楽しめることで人気がありますスシローの特徴は種類豊富なメニューと回転寿司のシステムを使いながらもタッチパネルでの注文ができ目の前に注文した料理が直接届くオーダーレーンシステムを採用している点ですメニューには定番のマグロ サーモンハマチなどの寿司ネタに加えて季節ごとの限定メニューや創作寿司も楽しめますまたサイドメニューにはラーメンや天ぷらデザートなど寿司以外の料理も豊富に揃っているため家族やグループでも好みに合わせて楽しめます価格帯はとても手頃で一皿100円から300円くらいです 特に100円寿司のクオリティが高く、コストパフォーマンスがとても優れていると評判です。寿司郎は寿司のネタの鮮度や質にこだわっており、食材の管理や仕込みに力を入れていることが評価されています。また、寿司レーンには常に新鮮なネタを提供するためのフードカバー付きの皿が流れており、衛生面にも配慮がされています。 外国人におすすめのポイントとしては、多言語対応のタッチパネルが設置されており、英語や中国語で簡単に注文できることです。さらに、寿司廊では寿司以外にも幅広いメニューが楽しめるため、寿司が苦手な人でも安心して訪れることができます。日本の回転寿司文化を手軽に体験でき、観光中に気軽に立ち寄れる便利な場所として人気があります。 は店舗あります浜寿司は日本で広く展開している回転寿司チェーンの一つでリーズナブルな価格と多彩なメニューが魅力です他の回転寿司チェーンと同様に寿司を中心とした料理が楽しめますがはま寿司は特に100円寿司で知られています 寿司の一皿がほとんど100円税抜きという手ごろな価格で提供されておりコストパフォーマンスに優れているため家族連れや友人同士での利用が多いですはま寿司のメニューにはマグロサーモンエビといった定番の寿司ネタはもちろん期間限定の特別メニューや創作寿司もありますまた寿司以外の料理も豊富に揃っており うどんやラーメン、唐揚げなどのサイドメニューやデザートも充実しています価格帯はとてもリーズナブルで寿司以外のメニューも200円から500円くらいで楽しめます浜寿司の特徴の一つはタッチパネルでの注文システムが多言語対応している点です英語や中国語、韓国語など複数の言語でメニューが表示されるため 外国人観光客にも使いやすい仕組みです。さらに、寿司の醤油にもこだわりがあり、北海道、九州、関東など地域ごとのご当地醤油を選んで楽しめるのが特徴です。外国人におすすめのポイントは、浜寿司は日本各地で簡単に見つけることができ、メニューの多言語対応に加えて、 100円という手頃な価格で日本の寿司を気軽に楽しめることです。寿司以外にもさまざまな料理が揃っているため、寿司が初めての人でも安心して食事を楽しむことができます。モスバーガーモスバーガーは日本国内に1312店舗あります。現在、モスバーガーはアジアでも215店舗が営業しており、 店舗数は増えています。モスバーガーは日本初のハンバーガーチェーンで、質の高い素材を使ったハンバーガーが特徴です。他のファストフードチェーンとは異なり、注文を受けてから一つ一つ丁寧に作られるため、出来立てで新鮮な味を楽しめるのが大きな魅力です。モスバーガーのメニューは日本らしいユニークなハンバーガーが多く、 特にモスバーガーというトマトやミートソースがたっぷりかかったハンバーガーがとても人気の商品です。また、照り焼きバーガーやライスバーガーなど、日本ならではの味付けや工夫がされているメニューが多く、海外にはない特別な体験ができます。モスバーガーは野菜にもこだわっており、国内で採れた新鮮な野菜が使われています。 価格は少し高めでハンバーガー1個あたり400円から500円くらいですが品質や味に見合った満足感があります評判としては手作り感や新鮮な食材を大切にしている点そして日本の食文化を取り入れた独自のメニューが高く評価されています注文してから少し待つ必要がありますがその分クオリティの高い料理が提供されるため 多くのファンがいます外国人におすすめのポイントとしては日本独自のメニューやライスバーガーなどモスバーガーでしか味わえないものが豊富にあることですまた、英語などの多言語メニューを提供している店舗もあるため観光客でも簡単に利用できます日本のハンバーガー文化を体験しながら 他にはない特別な味を楽しむことができるモスバーガーは外国人観光客にとっても魅力的なお店ですケンタッキーフライドチキンケンタッキーフライドチキンは日本国内に1170店舗ありますケンタッキーフライドチキン KFC はアメリカ発祥のフライドチキン専門チェーンですが 日本でもとても人気がありますケンタッキーの特徴は秘伝のスパイスで味付けされたフライドチキンでそのサクサクとした衣とジューシーなチキンが多くの人に愛されていますケンタッキーではフライドチキン以外にもチキンフィレサンドやツイスタートルティーヤに包まれたチキンサラダ、ポテトなどのサイドメニューも豊富に揃っています 価格帯はフライドチキン1ピースが250円前後セットメニューやバリューメニューも1000円以下で楽しめるためランチやディナーに気軽に利用することができますまた期間限定で提供される特別メニューや日本独自の味付けのメニューも魅力的ですケンタッキーの評判はチキンのクオリティが高く安心して食べられる点や ボリュューーム満点点のメニがが提供されれている点が挙げられますまたクリスマスには特に人気が高まりケンタッキーのチキンを食べることが日本の一部の文化となっているほどです外国人におすすめのポイントは KFC は日本全国に展開しており英語などの多言語メニューが揃っている店舗も多いことですさらに アメリカのケンタッキーとは少し異なる、日本ならではの特別メニューが楽しめる点も興味深いと思います。日本でのケンタッキーは、家族や友達と一緒にシェアできるサイズやメニューが豊富にあり、観光中の食事としても便利です。ミスタードーナツミスタードーナツは日本国内に800店舗あります。 ミスタードーナツ、ミスドは、日本全国に展開している人気のドーナツチェーン店で、手軽に美味しいドーナツや軽食を楽しめるお店として広く愛されています。ミスタードーナツの特徴は、豊富な種類のドーナツと季節ごとの限定メニューです。代表的なメニューとしては、ふんわりもちもちしたポンデリングや、定番のフレンチクルーラー、エンゼルクリームなどがあり、 どれも親しみやすい味わいです価格はドーナツ1個あたり100円から200円くらいと手頃でコーヒーやジュースと一緒に楽しむことができますまた、ドーナツだけでなくパイやサンドイッチ、ラーメン、店舗限定などの軽食メニューも提供されており軽い食事や休憩にもぴったりですさらに ドリンクメニューも充実しておりドーナツとセットでお得な価格で提供されることも多くカフェとして利用する人も少なくありませんミスタードーナツは家族連れや学生ビジネスマンにも人気がありテイクアウトはもちろん店内でゆっくり過ごすこともできますまた季節ごとに限定メニューやコラボレーション企画が登場し 常に新しい味を楽しめる点もミスドの魅力の一つです外国人におすすめしたいポイントは日本ならではのフレーバーやメニューが多いことです特にポン・デ・リングなど日本独自のドーナツは他では味わえないため観光中に日本のスイーツ文化を体験するのに最適です多くの店舗で英語メニューが用意されており ドリンクとのセットメニューもあるため、外国人観光客でも安心して注文できます。また、日本各地に店舗があり、アクセスしやすい点も魅力です。マクドナルドマクドナルドは日本国内に2950店舗あります。マクドナルドは世界的に展開しているファストフードチェーンですが、日本国内でもとても人気があります。 マクドナルドの特徴は注文してすぐに受け取れるスピードと定番のハンバーガーから日本独自の限定メニューまでバリエーーション豊富なメニューです。日本でもビッグマックやチーズバーガーフィレオフィッシュなどの定番メニューが好評ですが日本限定の照り焼きマックバーガーや月見バーガーなど季節ごとの特別なメニューもあり 日本らしい味を楽しめることが魅力です価格帯はバーガー単品が200円から400円くらいセットメニューは600円から800円前後で手軽に楽しむことができます特にバリューセットはポテトやドリンクがついてお得な価格設定ですまたサイドメニューとしてポテトフライやチキンマックナゲットアップルパイなど ハンバーガー以外のメニューもたくさんあります。さらに、プレミアムローストコーヒーやマックカフェといったドリンクメニューも充実しており、カフェとしても利用できます。マクドナルドの評判は、スピーディーで手軽に食事を楽しめること、店舗が多くてアクセスが良いこと、そして日本独自のメニューが常に新鮮であることです。特に、 家族連れや学生ビジネスマンに人気でテイクアウトやドライブスルーも多くの利用者に好まれていますちなみに東京ではマックと呼ばれ大阪などの関西エリアではマクドと呼ばれます外国人におすすめのポイントは英語や他の言語に対応したメニューが多くの店舗で提供されていることです、また 世界中にあるマクドナルドながら、日本ならではの味を楽しむことができる点がユニークです。特に、照り焼きマックバーガーなどの日本限定メニューは、外国人観光客にも大人気で、日本の味を手軽に体験できる良い機会です。日本全国に多数の店舗があり、観光中や移動の途中でも簡単に見つけて利用することができます。 バーガーキングバーガーガキングは日本国内に店舗ありますバーガーガキングは世界的に有名なハンバーガーチェーンですが日本では一度市場から撤退した後再び参入して今では再び人気を集めていますバーガーキングは1990年代に日本市場に進出しましたが 激しかし2007年に再参入し直火で焼くパティの特徴や大きなサイズのワッパーを中心に日本ではなくてはならないハンバーガーチェーンの一つになりましたバーガーキングの人気が復活したのは直火焼きのパティという独自の調理方法や大きなバーガーの満足感 さらにトッピングやサイズをカスタマイズできる自由度の高さがありますワッパーは特にそのボリューム感とジューシーな味わいが評判で他のファストフードチェーンとは少し違う特徴的なバーガーとして親しまれていますメニューの価格帯は単品で500円から700円セットで800円から1000円前後と手頃であり特に学生やサラリーマン ファミリー層からの人気が高いです直火焼きによるパティの香ばしい風味はグリルで焼かれるハンバーグの味わいを求める人にぴったりです外国人におすすめのポイントとして世界各地でおなじみのバーガーキングを日本でも手軽に楽しめることが挙げられますさらに多言語メニューが用意されている店舗が多いため 観光客でも安心して注文ができ日本でもバーガーキングらしい味わいを楽しめますまた日本市場向けの限定メニューが登場することもあり他の国では体験できない特別な味わいを楽しむことができる点も魅力ですサブウェイサブウェイは日本国内に168店舗ありますサブウェイは ヘルシーなサンドイッチを手軽に楽しめることで知られる世界的に展開されているファストフードチェーンです日本のサブウェイも同様に健康志向の人々や軽めの食事を求める人々に人気がありますサブウェイの最大の特徴はサンドイッチを自分好みにカスタマイズできることですまずパンの種類ホワイトウィート セサミなどを選び、次に具材やトッピング、野菜、チーズ、ソースなどを自由に組み合わせることができますサブウェイのメニューにはローストビーフやエビアボカド BLT、ベーコン、レタス、トマトなどバリエーション豊かなサンドイッチがありますまた、低カロリーなメニューやベジタリアン向けのメニューも揃っており 健康志向の方々にも好まれていますサンドイッチの価格は500円から700円前後でセットメニューにはドリンクやポテトが付いて1000円以内で楽しむことができますサブウェイの評判はフレッシュな野菜をたっぷり使ったヘルシーなサンドイッチが選べることやカスタマイズの自由度が高い点が特に評価されています 忙しい日常の中でも自分好みの健康的な食事が手軽に手に入ることから多くの支持を集めています日本では一時期多くの店舗が展開されていましたが近年は競争の激化により一部の店舗が閉店しましたそれでもヘルシー志向やカスタマイズができるという独自の強みで今も根強い人気があります 外国人におすすめのポイントとしてサブウェイは世界中で親しまれているチェーン店であり日本でも同じようにカスタマイズ可能なサンドイッチを楽しめる点ですまた英語メニューがある店舗が多く注文がしやすいことも観光客にとって便利ですさらに日本では新鮮な野菜が豊富に使われており質の高い食材を手軽に味わえるため 日本独自のサブウェイの魅力を体験できます。ビックリドンキービックリドンキーは日本国内に三百四十七店舗あります。ビックリドンキーは日本全国に展開するファミリーレストランで、特にハンバーグを中心としたメニューが人気です。ビックリドンキーの特徴は。 ジューシーでふっくらとしたハンバーグがリーズナブルな価格で楽しめる点です。木を基調とした独特な内装やユニークなメニュー名も特徴的で、ファミリーやカップル、学生にも親しまれています。メインメニューのハンバーグディッシュは、ライスとサラダが一緒に盛られたプレートスタイルで提供されます。ハンバーグの大きさは1 0 0ムから3 0 0ムまで選べ、 自分の食欲に合わせてカスタマイズ可能ですトッピングやソースの種類も豊富でチーズ、目玉焼き、アボカドなど好みに合わせてアレンジできますまた、サイドメニューとしてポテトやドリンク、デザートも充実しており特にパフェなどのデザートメニューが人気です価格帯は ハンバーグディッシュが800円から1500円くらいと、ボリュームに対してとてもお得感があります。ビックリドンキーの評判は、ハンバーグの味や食べ応えが高く評価されており、特にそのジューシーさと柔らかさが特徴です。また、家族連れや友人同士でも気軽に楽しめるアットホームな雰囲気も、多くのファンに支持されています。 全国的に多くの店舗があるためアクセスもしやすいです外国人におすすめのポイントは日本風にアレンジされたハンバーグ料理を体験できることです多くの店舗で英語メニューが用意されているため初めて訪れる観光客でも安心して注文ができますさらにハンバーグのサイズやトッピングを自由に選べるため 自分好みの一皿を作りやすく日本のファミリーレストラン文化を楽しむには最適な場所ですまたユニークな内装やメニューのデザインも食事以外の楽しみとして喜ばれています築地銀だこ築地銀だこは日本国内に500店舗あります築地銀だこは日本全国で展開するたこ焼きチェーン店で 外はカリッと、中はとろっとした独特の食感で知られています。日本の代表的なストリートフードであるたこ焼きを手軽に楽しめる人気店です。築地銀だこのたこ焼きは、表面をしっかりと焼き上げ、カリカリの皮と柔らかい中身が絶妙なバランスを持つのが特徴です。メニューには定番のソースたこ焼きやネギだこ、さらには、 デリタマなどバリエーション豊かなラインナップが揃っていますまた季節ごとの限定メニューや店舗によってはビールとたこ焼きを一緒に楽しむことができる銀だこハイボール酒場としての展開も行われておりたこ焼きだけでなく軽食やお酒を楽しむ場としても利用されています価格帯は 基本的なたこ焼きが6から8個入りで500円から700円くらいと手ごろな価格で満足感のある量です築地銀だこの評判はたこ焼きの刈りとろ食感としっかりとした味付けで多くの人に愛されています店舗によっては店頭で焼いている様子が見られるためそのライブ感も魅力の一つですまた、 立ち食いやテイクアウトが気軽にできるため、観光やショッピングの合間に立ち寄りやすいのも特徴です。外国人におすすめのポイントとして、たこ焼きは日本のストリートフードの代表的な一品であり、築地銀だこではそのクオリティを安定して楽しむことができます。多くの店舗で写真付きのメニューが用意されており、英語メニューがある場合もあるため、 初めての人でも注文しやすいです日本のたこ焼きを体験したい外国人観光客にとって築地銀だこは手軽かつ本格的な味わいを提供する絶好の場所ですロッテリアロッテリアは日本国内に324店舗ありますロッテリアは日本全国に展開するハンバーガーチェーンで 1972年に創業された日本発祥のファストフード店ですロッテリアの特徴は独自のハンバーガーメニューや季節限定の商品が多い点です特に人気のメニューにはエビバーガーがありプリプリのエビを使用したカツが特徴的で多くのファンに愛されていますまた 絶品チーズバーガーは濃厚なチーズがたっぷりと入った贅沢な一品として人気ですメニューには定番のハンバーガー以外にもフライドポテトやチキンナゲットサイドメニューとしてシェイクやドリンクが充実していますまたロッテリアは新商品や期間限定メニューを発売することが多いです特にタワーバーガーバガのような 何枚ものパティを積み重ねた大胆な商品が SNS などで話題になることもあります。価格帯は、ハンバーガーが400円から600円前後、セットメニューは800円から1000円くらいで楽しめます。ロッテリアの評判は、メニューのバラエティとその独自性であり、特にエビバーガーのような他のハンバーガーチェーンでは味わえない商品が評価されています。 注文してから一つ一つ丁寧に作られるため、出来立ての美味しさが楽しめるのもポイントです。外国人におすすめのポイントは、ロッテリアでは日本独自のメニューや期間限定のオリジナルハンバーガーが多く、日本ならではのファストフード体験ができる点です。多くの店舗で英語メニューが用意されており、観光中にも気軽に立ち寄ることができます。 特にエビバーガーは日本の海産物を使ったユニークな一品として外国人にも人気がありますまた主要都市やショッピングモール駅周辺などアクセスの良い場所に店舗が多いことも観光客にとって便利です弥生,県弥生県は日本国内に380店舗あります 海外では台湾で21店舗フィリピンで1店舗タイで129店舗シンガポールで7店舗オーストラリアで2店舗アメリカで3店舗の合計149店舗が営業しています弥生県は日本全国に展開する定食チェーン店で手軽にバランスの取れた定食を楽しめるお店として人気です弥生県の特徴は 豊富な定食メニューで和食を中心にボリューム満点の料理を提供している点です定食はご飯、味噌汁、メインのおかずに加えて漬物や副菜がセットになっており栄養バランスも良い食事が手軽に取れることが魅力です主なメニューには生姜焼き定食、鶏の唐揚げ定食 サバの塩焼き定食などの日本の家庭料理の定番メニューが揃っていますまた、カツ丼やカレー、鍋物など季節ごとのメニューや限定メニューも豊富に提供されていますご飯はおかわり自由なため食欲旺盛な人には特に嬉しいポイントです価格帯は800円から1200円くらいとリーズナブルで ボリュームがある定食を手ごろな価格で楽しむことができます弥生県の評判は料理のクオリティが高く定食の種類が豊富な点が評価されていますご飯や味噌汁をおかわりできるサービスも人気の理由の一つで満足度が高いですまた定食には新鮮な野菜や魚、肉が使われているため栄養面を重視する人にもおすすめです さらに定食を注文すると自動的にバランスのとれた食事が提供されるため栄養を気にしながら手軽に食事を楽しめる点が多くの人に支持されています外国人におすすめのポイントとして弥生県では日本の家庭料理を手軽に体験できることです多くの店舗で英語メニューが用意されており食券システムも分かりやすいため 初めて訪れる外国人でも安心して利用できますまた日本の定食文化を知りたい外国人にとって弥生県は豊富なメニューとリーズナブルな価格で本格的な和食を楽しむことができる絶好の場所です全国各地に店舗があり主要都市や駅近くにも店舗があるため観光中に立ち寄りやすいのも魅力です大戸屋 大戸屋は日本国内に三百八店舗あります。海外では百十一店舗あります。大戸屋は日本全国に展開する定食チェーン店で。健康的でバランスの取れた家庭的な和食を楽しめることで知られています。大戸屋の特徴は手作りにこだわり。店内で調理された新鮮な食材を使用した定食を提供している点です。 家庭的な味わいを重視しており毎日の食事として安心して楽しめるメニューが揃っています主なメニューには鶏の黒酢あん定食やサバの塩焼き定食、豚ロースの生姜焼き定食など和食の定番料理が豊富にありますまた、サバの味噌煮定食やひじき煮など和食ならではのヘルシーな副菜も充実しています 大戸屋は白米のほかに五穀米や玄米を選べる点も健康志向の人に好評です価格帯は800円から1200円くらいとリーズナブルでボリュームと質のバランスが良い定食が楽しめます大戸屋は手作り感が強く提供される料理が温かくて新鮮なことが評判ですまた店内は落ち着いた雰囲気でゆっくりと食事を楽しめる環境が整っています お昼の時間帯だけでなく、夕食時や家族での食事にもぴったりのお店です。さらに、メニューは季節ごとに限定料理が登場し、その時期にしか食べられない料理を楽しむこともできます。外国人におすすめのポイントは、日本の家庭料理を手軽に体験できることです。大戸屋では、英語や他の言語に対応したメニューが用意されている店舗も多く、 外国人観光客ででも安心して注文ができます健康志向のメニューが多いため野菜やヘルシーな食事を取りたい人には特におすすめですまた大戸屋の定食は食材や料理の調理法にこだわっているため日本の本格的な和食の味をしっかりと楽しむことができます主要都市や観光地に多くの店舗があり アクセスもしやすいので、観光の合間に立ち寄りやすいお店ですリンガーハットリンガーハットは日本国内に657店舗ありますリンガーハットは長崎発祥の長崎ちゃんぽんをメインに提供する日本のファストフードチェーン店で特にヘルシーでボリュームのある中華風の麺料理が特徴です 長崎ちゃんぽんは太い中華麺とたっぷりの野菜豚肉海鮮を合わせた栄養バランスの良い一品でスープはコクがありながらも優しい味わいです野菜が多く使われているため一食でしっかりと食物繊維を摂取でき健康志向の方にも人気がありますリンガーハットのメニューには定番の長崎ちゃんぽんのかにスープのない 皿うどどんや餃子なども揃っており、バリエーション豊かです。特に皿うどんは揚げた細麺の上にたっぷりの具材が乗っておりサクサクとした食感と濃厚なあんかけのバランスが絶妙です価格はちゃんぽんが600円から800円くらいと手ごろでボリュームがしっかりしているので満足感が高いです、また 麺の量量を無料で増量で増きるサービスもあり、食欲旺盛な方には嬉しいポイントですリンガーハットの評判は素材にこだわっている点や全店舗で国産野菜を使用していることリーズナブルな価格でしっかりとした食事が楽しめる点で高く評価されています野菜がたっぷり取れる料理が多いため健康を気にする人や 栄養バランスを考えた食事を求める人にも支持されています外国人におすすめのポイントとしてはリンガーハットでは麺料理が中心で野菜も豊富に使われているため健康的な日本の料理を手軽に体験できますまた多くの店舗で英語メニューが用意されているため外国人観光客でも簡単に注文ができ 初めめてての人でも安心して楽し楽ます。日本の中華風料理であるちゃんぽんや皿うどんは海外の料理とは少し異なる独特の味わいを持っているので日本ならではの食文化を体験するにはぴったりの場所です全国に多くの店舗があり主要都市やショッピングモール内などアクセスが良い場所に店舗が多いのも魅力です後楽園 高楽園は日本国内に404店舗あります。高楽園は日本全国に展開するラーメンチェーン店で、リーズナブルな価格で本格的なラーメンが楽しめることで人気です。高楽園の特徴は、安いのに高品質なラーメンを提供している点で、特に中華そばが看板メニューです。あっさりした醤油ベースのスープに、 しなやかな細麺とチャーシューメンマがトッピングされたシンプルなラーメンで多くの日本人は懐かしい味わいと感じるラーメンですメニューには定番の中華そばの他に味噌ラーメンや塩ラーメン担々麺などバリエーション豊かなラーメンが揃っていますさらにサイドメニューとして餃子やチャーハンなども人気があり ラーメンとのセットメニューもお得です。価格帯はとてもリーズナブルで、ラーメンは400円から600円くらい、セットメニューでも1000円以内で楽しむことができ、コストパフォーマンスがとても高いです。交楽園の評判は、安定したクオリティのラーメンを手軽に楽しめる点や、昔ながらのラーメン屋の味わいを感じられるところにあります。 またラーメンを中心としたメニューに加えて餃子やご飯物も揃っておりボリュームたっぷりの食事をリーズナブルな価格で提供しているため幅広い世代に支持されています外国人におすすめのポイントは後楽園では日本のラーメン文化を気軽に体験でできることです。多くの店舗で英語メニューが用意されており観光客でも簡単に注文ができます。 また特に中華そばは日本のラーメンの基本ともいえる味わいを持っており初めてラーメンを試す人にもおすすめですリーズナブルな価格設定なので手軽に日本のラーメンを体験したい外国人にとってはぴったりのお店ですさらに全国各地に多くの店舗があり主要駅や都市部 ショッピングモールなどアクセスの良い場所に多く展開しているため、観光の合間にも気軽に立ち寄ることができます。日高屋日高屋は日本国内に449店舗あります。日高屋は日本全国に展開する中華料理のファストフードチェーン店で、リーズナブルな価格で手軽に中華料理を楽しめるお店として人気があります。 特にラーメンや定食メニューが充実しており、手早くしっかりと食事を済ませたい人に向いています。日高屋は、ラーメンやチャーハン、餃子などの中華料理の定番を安価で提供しており、サラリーマンや学生、家族連れなど幅広い層から支持されています。メニューには、中華そばや味噌ラーメン、タンメンなどのラーメンメニューをはじめ、 チャーハンや餃子、さらには野菜炒め定食や麻婆豆腐定食などの定食も豊富に揃っています価格帯はとてもリーズナブルでラーメンは500円前後、定食メニューも600円から800円くらいと手軽にお腹いっぱい食べられるのが魅力ですまた、セットメニューではラーメンや定食に餃子やご飯がついてくるなど お得感のある内容となっています日高屋の評判は安価でありながらボリュームがあり味も安定している点が評価されていますまた店舗が駅地下に多く立地しているため通勤通学途中や買い物の合間に手軽に利用できる点も大きなメリットですさらに料理が提供されるスピードが速いため 忙しときでもすぐに食事を済ませることができる点が特にサラリーマンなどに人気です。外国人におすすめのポイントは日高屋では手頃な価格で日本の中華料理を体験できることです多くの店舗で写真付きメニューが用意されており注文も簡単ですまた、 ラーメンやチャーハンといった日本風にアレンジされた中華料理を手軽に楽しむことができ日本食以外の料理を試したい観光客にもぴったりです日高屋は駅や都市部に多くの店舗があるため観光中の移動や観光地での食事としても利用しやすいですゴーゴー,カレーゴーゴーカレーは日本国内に90店舗 海外には15店舗あります。ゴーゴーカレーは、日本発祥のカレーチェーンで、特に金沢カレーと呼ばれる独特の濃厚なカレーを提供しているお店です。この金沢カレーというのは、石川県金沢市という地域から生まれたカレーのスタイルで、地名に由来しています。金沢カレーの特徴は、 黒くて濃厚なルーがたっぷりとかかっておりキャベツの千切りと一緒にサクサクのカツやウインナーなどのボリュームたっぷりのトッピングが乗っていることですご飯がルーで完全に覆われるのも特徴的ですゴーゴーカレーはこの金沢カレーを全国に広めカレー好きの人々に愛されています看板メニューはロースカツカレーで サクサクのカツがルーと一緒に楽しめるボリューム満点の一品ですさらにエビフライカレーやチキンカツカレートッピングが豪華なメジャーカレーなどトッピングを自由に選んで自分好みのカレーにカスタマイズすることができます価格帯はシンプルなカレーが600円から800円くらいでトッピングを追加すると1000円前後となりますがボリュームがあり 食べ応えのある一皿ですゴーゴーカレーの評判はその濃厚で深みのあるカレールーとボリュームたっぷりのトッピングが人気の理由ですまた店舗内には特有のゴリラのモチーフがありユニークな雰囲気もお店の特徴ですさらにゴーゴーカレーは午のつく日や特定の日にキャンペーンを行い トッピングが無料になったり特別メニューが登場したりとリピーターを楽しませるサービスも魅力です外国人におすすめのポイントは日本独特のカレー文化を体験できることですゴーゴーカレーの金沢カレーは日本のカレーライスの中でも特に個性的で濃厚な味わいが特徴的ですまたメニューには写真が掲載されており 分かりやすく、英語表記もあるため、初めてでも安心して注文ができます。さらに、ボリューム満点のトッピングやセットメニューは食べ応えがあるため、たくさん食べたい外国人にも満足してもらえるでしょう。ゴーゴーカレーは都市部や観光地に多くの店舗があり、アクセスが良い点も観光客にとって便利です。 日本のファストフードや飲食チェーンは、手軽さだけでなく、アジアバリエーションにおいてもとても優れています。多彩なメニューやリーズナブルな価格で、日本独特の食文化を楽しめるのが魅力です。この記事を通じて、日本のファストフードの魅力を感じていただけたでしょうか。日本を訪れた際は、ぜひこれらのお店に立ち寄り、 手軽に日本の味を体験してみてください旅行中の食事がより楽しく思い出深いものになるはずです日本のファストフードと飲食チェーンはいかがでしたかコメント欄から感想をみんなに教えてくださいそれではまた別の動画でお会いしましょう